第12章欲望の巣窟。お疲れ、真島ちゃん。そうよ。ちょっとの間、蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな。心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ。わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて、仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。檻なんだよ、檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻ん中のお前が何黙って出てんだよ。なあなあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ？もちろんあんたに報告しに行くとこや。だよな。よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん。掃除のおばちゃんがよ。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな。牧村誠の居場所。ああ。せやけど、誠を奪っていった白いスーツの男は、西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは、日教連のセラっちゅうやつや。日教連？大門は隠しとるな。東上会の直系組織。東上会？島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東上会や。堂島組の人間やった。じゃあ、東上会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部、留置場で西谷に吐かせたのか。せや。西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すには、相当えぐい拷問でもしたんだろ。え？どんなことしたんだ？いろいろや。うん。で、東上界からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ？椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や？そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。え？言ってみりゃわかるって。それじゃあ早速行くとするか。ねえ？なんや、あんたも行くんか？犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか？いねえだろ？お前が蒼天堀から出るときや、俺も一緒なの。わかった？椿園へ向かえ。なんだい？それじゃあ椿園に行くぞ。連中も警戒してるはずだ。半端な覚悟じゃ帰り討ちに遭うかもしれない。うん。準備は大丈夫か？ああ、なるほど。話すと向かうんだね。どうした？臆病風に吹かれたのかな。ちょっと回復アイテムだけかわして。焦ってヘマこかれるよりマシだ。待っててやるからしっかり準備してこいよ。ごめんなさい。ぶつかってるからね。グランド、どうしようかな。ドンキホーテ。まあ回復アイテムドン・キホーテがいいよな。サブストーリーもまだまだありそうだしな。ちょっと一周、あ、いた、こいつ。ウィーン、ウィーン。なんや、ぬいぐるみの嬢ちゃんが泣いとるやんけ。どうした?嬢ちゃんどないしたんや。ん?なんやこれ。俺がやったぬいぐるみがズタボロやないか。誰がやったんや。お母ちゃんが殺される。なんやて?お母ちゃん借金してて、ほんで、怖い人たちに連れて行かれて、ほな、これはそいつらがやったんやな。お母ちゃんどこに連れて行かれたんや。そこの川の方の道。よっしゃ。嬢ちゃん、今すぐそこ行くで。やめてください。お借りした金額はすべてお返ししたはずです。何寝ぼけたこと言うとんねん。あんたうちから100万借りたやろ。だからそれは期日通りに返しました。バカ言ってんじゃねえ。利息の分が足らへんねん。利息が残り1300万あんねん。今すぐ返してもらえまっか。1300万だなんてそんなの無理です。そうか。それなら仕方あらへんな。ぐふふ。あんたまだ若いし、これからじっくり稼いでもらいましょうが、からだってね。いや。それに世の中にはガキに高値をつけてくれる気持ち悪い連中もたくさんおることやし、そんな、まあとりあえず利息分が返金できるまではしっかり働いてもらおうか。きっとあの子にもええ値がつくと思うでが、やめてください。あの子は私に残されたたった一人の家族なんです。お願いします。あの子だけは、おい、こいつを連れて行け。ガキはどうせゲーセンの前におるやろ。俺が捕まえてくるわ。いや、その必要はあらへんで。なんや、兄ちゃん。おいおい、ひょっとして、うちらの商売にケチつけるんちゃうやろな。あ?別にお前らの商売なんか興味あらへん。どうでもええわ。好きにせえや。ほう、見た目の割に物分かりのええやつで安心したわ。ほな、そのガキ置いてとっとと帰りや。それがそうもいかんのや。俺には嫌いなタイプの人間が2種類おってな。一つは人が苦労して取ったぬいぐるみちゃんたちをばらすようなアホんだら。もう一つは立場の弱い女子供を食い物にするようなクソったれ。どっちもお前らのことじゃボケー。なんだとてめえ。ちえ、若造が生きってんちゃうぞ。ぶっ殺されてえのか。ギャーギャーうるさいの。面倒やからまとめてかかってこいや。町のゴロつき。よくわ。まだ倒れるにはちょっと早いで。これからあのぬいぐるみちゃんみたいにお前らズタボロに切り裂いたるわ。ひー。勘弁してくれー。もっと走れ。なんやねん。これからがお楽しみやったのに。お父ちゃん。おう、無事やったか。お父ちゃん?うん、この人がいつもぬいぐるみをくれるお父ちゃん。ああ、あなたでしたか。娘からいつも話は聞かされております。よろしければお名前を教えていただきたいのですが。ああ、真島や。真島さんですか。本当に助かりました。ありがとうございます。別に気にせんでええ。そんなわけにはいきません。これはせめてものお礼です。どうか受け取ってください。セキュリティ財布。ほな、ありがたく使わせてもらうわ。お父ちゃん、ごめんなさい。どないしたんや。ぬいぐるみさんたち、大切にするって言ったのに、ごめんなさい。なんや、そんなことかいな。嬢ちゃんのせいやあらへんし、気にせんでええわ。でも、あんな、嬢ちゃん。たとえ目ん玉がひんむかれるくらい切り刻まれたとしても、別に死んだわけやあらへん。そいつらの心は生きとる。俺にはわかんねえ。本当？おう。証拠に俺を見てみ。目ん玉ひんむがれてもピンピンしとるやろ。本当だ。それに、そんな姿になっても捨てられずに抱きかかえられとる文ちゃんは、俺にはとっても幸せそうに見えるで。ほんまに、うち、ずっとずっと大切にする。おう、そうしたいや。ほな、俺はこれで。真島さん、本当にありがとうございました。かっこいいな。お父ちゃん、ありがとう。お父ちゃんか、ここは真島さんか。意外と悪くない響きやな。何すんだっけ？ああ、回復アイテムか。サブストーリー何個かやりてえな、また。行く前に。まあ、ちょっとうろつくか。こっちが、地図をちょっと引きで見たいな。ほうほうほう。なんかあるかな。まあ、キャバクラはまあ、いいとして後で。ああ、ドンキホーテあったわ。とりあえず買っておこう。まあ多分連戦になるだろうからな。いらっしゃいませ。あ、ちょっといらんもんがいっぱいあるな、これ。これ売りたいな。これちょっとマックス買っといて。ちょっと待って。ありがとう。オッケー。で、質屋行こう、質屋。皿多分すげえ金で売れるぞ、あれ。質屋どこだこれ。恵比寿屋だっけ？質屋って恵比寿屋よね、確か。そこか。ってことはこっちか。どこ？ここか。あ、そこだね。ついでになんかバッグあったら買っとくか、ブランド本の。いらっしゃいませ。まず、買うんじゃない。売るのよ、まずは。いらっしゃいませ。金の皿と、プラチナの皿、ダイヤモンドの皿1億。すげえな、これ。ティッシュもいらん。肉まんもいらん。鉄材。武具用素材。これはちょっとなんか、これは売れねえな。素材はちょっと売れねえな。こんなもんか。ありがとうございます。これまあいいや、バッグはいいや。電話ボックスから映せんだっけ？これ道具って。ああ、でも大丈夫。映さなくても大丈夫か。オッケー。まあ、あとは多分現地でも、回復アイテム落ちてるだろうから、ちょっと開けとくか。で、ちょっとぐるっと回っていこう。目的地。アッシーくんのイベントは終わったんだよね、確か。なさそうね。もう以下行っちゃおうか。とりあえず。まじまちゃんさ、まだもう行けるよ。それじゃあ、椿園に行くぞ。連中を警戒してるはずだ。オッケー、大丈夫や。早いとこ案内してくれ。やる気じゃねえか。今度こそ俺を失望させないでくれよ、真島ちゃん。よし、出発だ。兄ちゃんよって。どうです、旦那。遊んでいかれますか。勉強させてもらいますよ。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。せっしゃな。どこ行きはんの。あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しけりゃそういうことになるな。待っとれよ誠。どっちから行く。まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右。二手に分かれて女探すぞ。佐賀藩一人で大丈夫なんか。心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうがせいぜい玉切れにならんようにな。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずに事を収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほう、そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね。当たり前やろうが。くどくど言っとるんで誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。誠を探せ。この思い見るとなんか違うホラーゲームを思い出すんだよな不気味な。不気味だよねこの能面。おっと、どっから出てくんだよおい。顔隠してるけど名前バレてるな。中澤、竹中、みんな名前あるんだちゃんと。OK、もうどんどん来るね。名前書かなくていいけどな、もうどれも一緒だから。見てねえし名前しまったわ。ああ、オッケー。能力アップできるな。2億あるな。能力アップしとこうか。とりあえずもうダンサーしか使ってねえからな、俺。ダンサーを上げよう。隅。でもこれいけねえのか。あ、これいけるか。OK。攻撃力アップ。5000万。あとは ?OK。ビート減少抑制。これもいいんじゃない ?5000 万か、これ。あ、体力アップしとこう。あとは ?1500 万。ああ、これも、あ、フリーズポーズ中にヒートゲージ。ああ、いいね。ああ、これはもうダメだ。5000万は無理だもん。1500万。防御を崩された状態から繰り出す。反撃構成の一撃。体力アップしとこう。だいぶ減ったな。もう無理か。こんなもんだな。これも隅だな。OK。行きましょう。おっと。あ、ちょっと新しい動き増えてんな、確かに。この今の動きなかったな。能力アップする前までは。あとナイフはダメだよ、ナイフは。投げナイフはよ。こいつ。ああ。あれ、竜が如くゼロって何 ?16 勝ぐらいまであんだっけ確か。確か16勝か7勝ぐらいだよな。杖のインナー一人かまった。となるともうすぐ終わりか、これ。あと4勝ぐらいで。ああ、ちょっとナイフが痛えな。待って。こいつがなかなかやるな。バトル中に累計1億円獲得。敵を投げてドア開けがちだよね、竜が如くって。こいつらもどこかなんでその格好なんだ。何なんでその格好よ。どういうつもりだ、これ。バートと。アイテム落ちてないの？落ちてないな。まあ、いらんか。小玉。あと、誰かナイフ投げてんな。あいつか。こいつ先やっちゃおう。で、こっちか。あ、アイテムあった。オッケー。そんな必要なそうだけどな。お、アイテム。一応いただいておこう。あ、間違った。くそ。あ、いけはするんだ。ナイフ持ってんな。こいつ危ねえな。ああ。出てきた。これ何なんだよ、この。こいつら。足出すなや。一回回復入れとこうかな。スタミナンロイヤルじゃなくて、大きく回復。まあまあいいか。あ、まあ、いや、タフネス Z でいいわ。やめろそう。こっちに向けるな、それ。またを。こいつもうやられてんのか。ああ。鉄製持ってんな。あぶら。この野郎。距離を置いたら投げられっからな。距離詰めながらやんねえとな、これ。あっつ。何してんの？何してんの？はい、OK。アイテムあったよな、どっかに。ああ、これこれこれ。で、どっち？こっちか。そろそろ来るか、ボス。セラ、日教連を相手にここまでたどり着くとは、さすが島の組で鳴らした男だ。誠は、牧村誠はどこや？彼女は先ほどある人間に託され、ここを出た。なんやて？ある人間って誰やねん？そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。は？信用しろ。俺はお前の敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのはなんで？手荒な真似をして悪かった。しかし、お前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと？知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか。そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東上界の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。ずいぶん物騒なやり方やの。で、確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら、俺を倒してみろ。そしたら、誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うは尺やが。俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ。やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。セラー勝るか。まあ敵じゃなさそうでよかったね。うん。勝てそうだな、これも。勝てそうだな。真島さんがただダンスしてるだけだからね、これ。そのダンスに巻き込まれてるだけだから、セラは。危ない。ああ、もうちょいだね。ああ。OK。どうや、満足か。ああ、お前の牧村誠への覚悟は痛いほど伝わった。ほなさっさと言えや、誠は誰の手に渡ったんや。不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が？本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや。お前のよく知った町だ。カムロ町？誠はカムロ町に連れてかれたんか？ああ。今、空の一坪を誰が手に入れるかで、登場界が大きく揺れている。土地の10億なんてのは目先の金に過ぎない。空の一坪は、カムロ町の再開発に絡んで、莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から、力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことが。ちょっと留守にしとる間に、登場界も落ちたもんやな。信用してくれ。俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても、他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと。誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろうが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする？カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことよ。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。奴は必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり、佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。何や。もしも俺を信用できないんなら、その銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。カムロ町で誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり、佐川を。やっぱり撃たれちゃうからこうなると思ったよね。ここで倒すのか、佐川を。ナイス連携プレーだぜ、真島ちゃん。そんで行くのね、カムロ町に。出せるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら、喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな、真島ちゃん。あ？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ、神室町。ええんか。だってよ、神室町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうならよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。ああ、倒しはしねえのか。一緒に行くのか。一章が終わるの早いな。俺そろそろ終わるぞ、これ。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。